どうもヨハクです今回はですね僕が持ってる漫画の本棚紹介をしていきたいと思いますはいこいつはメイドインアビスっていう作品のナナチっていうキャラクターのぬいぐるみですはい見ての通りめちゃくちゃ可愛いのでこれ眺めるだけで30分くらい余裕で暇つぶせますねはいということで早速やっていきたいと思いますはい一つ目の本棚ね真ん中にナナチが いいいいるんですけど右側から紹介していきたいと思いますまずねこちら「逆ソクラテス井坂幸太郎先生」のね小説なんですけど久しぶりにねハードカバーの小説買ってめちゃめちゃ表紙のデザインがよくてねっていう感じでここに置いてます。はいでその横に「一、え、人、ー、り絵」っていう僕のね一番好きなバンドのライブ DVD が置いてあります。 めちゃめちゃおすすめなんでぜひね YouTube なんかでミュージックビデオを見てください。はい、ということでやっと漫画の紹介なんですけど「マロニエ王国の7人の騎士」これがね1巻から、えー、最新巻の4巻まで置いてあります。これはねここに書いてある通りこの漫画がすごい2018年の女編ね第1位取ってる作品でめちゃめちゃ面白いです。はい、で7地の左側に来たんですけど。 えー、アズマンガ大王が1巻から最終巻の4巻まで置いてあってその横にね石黒正和先生の短編集が4つ置いてありますね。はいでその横に、えー、こちらがね「四季の前日っていう僕の好きな穂積先生のね短編集置いてあります。はいでその横が、えー、マロニエ王国の7人の騎士の岩本直先生の前の作品ですね「金の国水の国」。 これもね多分1年前だから2017年の、えー、この漫画がすごい女編第一位撮ってます面白いですはいということで1段目がねこんな感じですね本当はねメイドインヤビスをねこの右側に置きたいんですけどちょっとまだ変えてないんでね早く原作をね変えたいと思いますはいということで2段目に移ります はい2段目にやってきましたこの本棚はね前と後ろで2列で収納できるんで、えー、2段目のね後列から紹介していきたいと思いますはい2段目の後列がねワンピースが1巻から横に行って34巻まで前の列に移ってきて続きの35巻から横に行って67巻まで1段降りて3段目の後列に続きの68巻から はいこちら最新刊の96巻まで置いてありますいやね僕は「ONEPIECE」の中だったらドラム等編が一番好きなんですけどまあその理由がねそもそも「ONEPIECE」を集め始めたきっかけっていうのがテレビで「エピソード・オブ・チョッパー」見てボロ泣きしたからっていう理由があってですねやっぱいろんなね変があってどれもすごいいい話なんですけどやっぱ最初のインパクトってすごいですよねはいということで 横に移ります横にねブリーチの1巻から4巻だけ、えー、後ろには置いてあって前列に、えー、続きの5巻から横に行きまして39巻まで4段目にね続きの40巻からはい、最終巻の74巻まで置いてありますいやねブリーチも本当に好きなんですよねもうなんか全部かっこいいじゃないですか絵から名前からねもう。 いいですよねもうなんか語彙力がないんですごいかっこいいとしか表現できないんですけどね特に好きなキャラクターはねここには映ってないかな上の段にいるかな上の段のねあーこの2人が好きですね弓カと平子がはいもしね弓カと平子好きな人がいたらコメントで教えてくださいはいということでこの段はね前の列開けてます 74巻でちょうどいいんではいということで5段目に行きますはい5段目の後列にやってきましたナルトがね1巻から、えー、37巻まで前に移ってきて続きの38巻から最終巻の72巻まで置いてありますナルトはね僕は鹿丸が好きなんですよねやっぱりあの知的な感じがねたまらないですねはい アスマ先生の敵討ちなんかほんと多分一番好きなシーンなんじゃないかなって思いますはいということで下の段に移っていきたいと思いますはーい7段目の後列に「進撃の巨人が1巻」からはいこちらが最新巻の31巻まで置いてありますいよいよねクライマックスっていう感じでちょっと目が離せないですね「進撃の巨人」はいでその横に「 えー、東京リベンジャーズが1巻から4巻、はい、前列に続きの5巻から、えー、最新巻の18巻まで置いてありますいやね東京リベンジャーズ本当に面白いですいやねなんか面白さを表現するのがね僕下手くそなんでまあ強いって言うとページをめくる手が止まらないですねはいまあね内容とかはね多分見なくても1巻読んでくれたら本当に はまると思いますそれくらい衝撃的に面白い作品ですねここ1年2年くらいの中だったらはいということで横に行きまして約束ののネバーランドが巻巻から、えー、最新ままで置いてありますこの作品もねついに完結しちゃってね悲しかったんですけど僕本誌の方はまだ読んでないんでねあと23巻あと12巻かな最後の締めくくりを楽しみに これからも続巻買っていいいいきたいと思いますはい、7段目の後列なんですけどサイキックソの災難が0巻から横に行きましてはいこちらが最終巻の26巻まで置いてありますサイキックソの災難はね本当にどの話も笑わせてくれるレベルの高い作品ですねはいめちゃめちゃ面白いですはいということで横に行きまして「犬丸たちが1巻から 最終巻の11巻のままで置いてありますこちらもねジャンプのギャグ漫画なんですけど結構時事ネタがねふんだんに使われててリアルタイムで読んだ時は相当笑いましたはいということで後列はこんな感じですはい7段目の前列なんですけど月刊処女野崎くんが1巻からこちらが最新巻の11巻まで置いてあります その横デミちゃんは語りたいこちらも1巻から最新巻の8巻まで置いてありますはいその横また行きましてスキップとローファーがこちらも1巻から最新巻の3巻まで置いてありますこれ今めちゃめちゃ推してる作品でまあ普通の学園ものの漫画なんですけどすごい面白いですはい横に行きまして銀のサジこちらが1巻からこちらが最終巻の15巻まで置いてあります これもね普通のまあ普通じゃないかもしれない農業高校のねお話なんですけど時々ねなんか考えさせられるテーマがねあったりしてすごい読み応えもあって面白い作品ですはいということで7段目こんな感じはーい最後の段8段目の後列からやっていきたいと思いますちょっと暗いんですけどねはいバラカモンが1巻から横に行って18プラス1巻まで。 その横にファンブックがあって半田くんが1巻から7巻とその関連本が4冊でその横に、えー、吉野さつき先生の短編集が置いてありますはいこんな感じでね吉野さつき先生に関係する本しか置かれてないというか本で埋め尽くされているというかっていう感じの8段目後列なんですけどこのねバラカモンが本当にいい作品なんですよ。 まあね、ストーリーは何て言うのかな半田先生っていうその主人公の書道家の先生がいるんですけどまあその人があることがきっかけで、まあ、長崎のね島に住み始めるんですよねでそこでまあ島の人たちとかいろんな出会いがあって、まあ、人として成長していくっていう話なんですけどすごいね笑えるポイントもいっぱいあってね読みやすいですはいでこの半田君っていうのがこのバラカモノのねスピンオフ作品となっております はい8段目後列こんな感じはい8段目前列ですこちらがねそれでも街は回っている、えー、これが1巻から最終巻の16巻まで置いてありますはい1段目にね短編集も置いてあった石黒正和先生の作品なんですけどこれ本当にね面白いんですよ まあなんか下町ギャグに、まあ、たまにね SF 系のお話が混ざってたりするんですけどすごいね笑わせ方が他の漫画とちょっと違っててねなんかシュールですごい個人的にねツボな作品です、はい、よかったら読んでくださいで横に行きまして四つ葉とこちらが1巻から最新巻の14巻まで置いてありますこれれもね疲れた時に 読む作品ですねすごい癒されるうんということでねこんな感じでこれ8段目でバーッと1つの本棚がね終わったんですけどあと3つね本棚あるんでそっちの紹介していきたいと思いますはーい2つ目の本棚やってきたんですけど、えー、この本棚ね結構自分でもお気に入りのね本棚になってますはいまずね1段目なんですけど配給がね からら横に行きましてこちらね39巻まで置いてあって続きの40巻から、えー、最新巻の43巻まで2段目に置いてあります配球もね本当に好きな作品で終わっちゃったのめちゃめちゃ悲しかったんですけど僕はね上の段のねここにねはいこの表紙ツッキーがね一番好きなキャラですねやっぱねあの白鳥沢戦のあのガッツポーズはね もうもう配給語る上では欠かせないですよねはい、で横に行きましてボールルームへようこそが、えー、1巻からこちらが最新巻の10巻まで置いてあります。これはね社交ダンスのお話でまあ主人公がねまあちょっとしたきっかけで社交ダンスを始めてまあねいろんな人と出会いながら社交ダンスに打ち込んでいくっていう結構王道なね話なんですけどもうね 表紙見てもらったら分かるんですけどマジでかっこいいんですよこんな感じでねいやもうめちゃめちゃ美しいで表紙だけじゃないんですよねやっぱ中身のねダンスしてるところの描写とかもめちゃめちゃかっこよくっておすすめです最近連載がやっと再開して多分来月にね11巻が出るんですけどめちゃめちゃ楽しみですはいということでね横に映ってきてアクタージュこちらが、えー、1巻から1巻から 横に行きまして最新刊の12巻まで置いてありますこちらもね今めちゃくちゃ推してる作品で本当に面白いんですよでね、まあ、テーマが演劇で、まあ、主人公が女の子なんですけど連載してる雑誌がねなんと週刊少年ジャンプなんですよねあの少年漫画雑誌で女の子主人公しかも演劇がテーマで 12巻までで続いちゃってるんですよねもうこの時点で面白くないわけがないんですよ。はい。本当にねもうしかもね表紙が美しい。うんっていうことですごく面白い作品なんで是非読んでみてください。はい。で横に移りますね。こちら「幕結び」これがね1巻からこちらも最新巻の4巻まで置いてあります。こちらもね演劇がテーマの作品なんですけど。 まあ、アクタージと違うのがね女優を目指すとかではなくって高校演劇のねお話っていうところがねちょっと違うんですけどこれね何が面白いかってね、まあ、主人公が脚本家志望なんですよね。はい、で、まあ、舞台の上でどんな表現を自分のお話をどうやって相手に伝えるかとかそういう、ね、ちょっと違う視点から演劇が見れたりしてめちゃくちゃ面白いです。はい、ということで横に行きますね。ここの音止まれこちらが 1>, 1巻から8巻まで置いてあってはいで続きの9巻から横に行きましてこちらがね最新巻の22巻まで置いてありますこの「音止まれ」はね結構5本の指3本の指に入るくらい好きな作品で本当に面白いんですよあ、ね。お話自体はね結構王道でおことのね総局部の部活のお話なんですけどまあ廃部寸前だった部活をね 救うために、あのー、結構凸凹ココなメンバーが集まってで敗部を免れた後にね全国大会を目指すっていう結構王道なんですけどその中でもねやっぱり部員同士のすれ違いだったりそういうのがいろいろあってねうわーってなったりするんですけどやっぱり最終的にはみんな同じ目標にね向かってことに励んでねとにかく練習するんですよこの子たちもうそこがいいんですけど。 でねまあ、全国大会の最終予選、まあ、県大会なんですけどそのね結果発表なんか涙なしでは見られませんねはいすごくいい作品ですということで横に行きますはいで横にきまして「坂道のアポロン」こちらが1巻から、えー、最終巻の9巻まで置いてあって隣にボーナストラックと、えー、公式ファンブックが置いてありますはいで横にきまして「4月は君の嘘こちらが1巻 から最終巻の11巻まで置いてあって横にね番外編のコーダが置いてあります4月は君の嘘はね僕が一番好きな作品で本当にねいい作品ですお話自体はねまあ母親の死がきっかけでねピアノがピアノの音がね聞こえなくなって弾けなくなってしまった少年これがね主人公の有馬浩くんなんですけどこの子ねがこの「 同い年のバイオリニスト宮園香織にね出会うことによって、まあ、またピアノの世界にね連れ戻されてで人としてね成長していくっていうストーリーになってます本当にね最後まで読んでくれたらわかると思うんですけど本当にいいお話ですごいね最後の最後は涙なしでは見られないんですけどアニメもねめちゃくちゃいいんでまあ漫画がねちょっとお金がないなとかそういう人がいればぜひアニメの方を 見てくれたらなと思います下の段に移ってきまして4段目ですねこの本棚は4段しかないんでこれは最後の段になるんですけども、えー、僕の序盤にこちらが1巻から、えー、最新巻の5巻まで置いてありますこれもね僕の好きな穂積先生の作品最新作なんですけど、えー、チェロっていうねあの楽器のチェロこれをめぐってね2人の少年の物語がね紡がれていくっていう作品になっております すごく面白いです、はい、で横に行きまして「さよならソルシエ」こちらは2巻で完結ですねこれもね僕の好きな穂積先生の作品なんですけどもあのゴッホっていう絵描きのねと弟のね画商をしてた弟のゴッホのあゴッホの弟のねこの2人の生涯をね大胆に再解釈した物語となっておりますで横に移ってきて「ブルーピリオド」こちらが1巻から えー、最新巻7ままで置いてありますこちらの作品はね本当に胸が熱くなる作品ですねうんこのね一巻の表紙にいるこのねリア充系高校生が、まあ、あることがきっかけでね絵を描くことにはまりそして東京芸大を目指していくっていう物語なんですけども、まあ、物語の途中にあるね挫折だったり成長だったりをね もう見てるだけで本当にこっちまでね胸が熱くなってきてなんかね自分もなんか新しいことに挑戦したいなーって思わせてくれる作品ですね。はいで横に来まして「悪化13区観察課こちらがね1巻から、えー、最終巻の6巻まで置いてあって横にね番外編の PS が12巻と「ポーラとミシェル」が置いてあります。 この作品も本当に面白い作品でね童話王国っていう国で、まあ、一つのね陰謀が浮かび上がるんですけどその陰謀をめぐってね登場人物だったりいろんな組織だったりがねあの工作していくっていう物語となってますこれね6巻で完結してるんですけど本当に綺麗にまとまっててねすごい面白いですでねこの6巻読んだ後に読むね番外編がまた格別なんで ぜひね読むときは番外編もね一緒に読んでみてくださいはいで横にきましてレディーオールドマンこちらが1巻から最終巻の8巻まで置いてありますこれもね先ほどのアッ十13区観察家の作者である小野夏目先生の作品でねこれも8巻っていう短い関数で綺麗にまとめ上げられていますすごい面白いですはいで横に行きましてこれが最後ですねバードンこちらも小野夏目先生の作品なんですけど え最新刊の2巻ままで置いてありますこれも面白いですねっていうかこれが今めちゃめちゃ面白いですねあの刑務所で出会った4人の男がそのバードンという都市でタバコ店をね開いてそこでね待ち受けるまあいろんな事件とかに巻き込まれていくわけなんですけどもこれね今結構一番続きが気になる漫画ですねすごい面白いですでね2巻ってめちゃめちゃ集めやすいでしょと、うん、いうことで是非 読んでみてくださいすごい面白いですはいという感じであのね自分の好きな作品が結構並んでた2個目の本棚だったんですけどあと2つ頑張って紹介していきたいと思いますはーい3つ目の本棚にやってきたんですけどこの本棚ね収納スペースをね無理やり本棚にした感じなんでちょっとね右奥が見づらくなるんですけど まずね紹介していきたいと思います僕のヒーローアカデミアこちらがはい1巻から横に行きまして、えー、最新巻の27巻までその横にね映画の特典が置いてありますで横に行って、えー、ワンパンマンこちらが1巻からはいちょっと見づらいんですけどね最新巻の21巻まで置いてありますはいで下の段に来まして「カテキオヒットマンリボーン」こちらがね1巻から はい、横に行きましてこちらもね見えづらいんですけど最終巻の42巻まで置いてありますはい下に来まして「魔人探偵ノーガミネイル」こちらがね、えー、1巻から横に行ってこちらが最終巻の23巻まで置いてありますはいでその横暗殺教室こちらもね1巻からはい最終巻の21巻まで置いてあります はい、松井雄生先生ね本当に好きな作家さんでもうね2作品ともすごく面白いんでね暗殺教室はね結構有名なんですけど根室の方はねあんまり有名ではないかもしれないんでよければこっちの作品もね読んでみてくださいはい4段目こちら「爆漫が、えー、1巻からこちらがね最終巻の20巻まで置いてありますその横に、えー、ファンブックがあってデスノートこちらが 巻からこちらが最終巻の12巻ですね。と横にファンブック的なのが置いてあります13巻が。はい、で横にプラチナエンドこちらが1巻から10巻まで置いてあるんですけど多分12巻くらいまで出てたのでおいおい買い集めたいと思いますはい5段目、えー、地獄楽が1巻から最新巻の10巻まででその横に「ファイアパンチが1巻から こちらは最終巻の8巻まで置いてありますその横チェンソーマン、えー、1巻から最新巻のね7巻まで置いてありますチェンソーマンね本当に面白くて好きな作品なんですけどとにかくねバトルの構図がめちゃくちゃかっこいいですねはいでその横ワールドトリガーこちらが、えー、1巻から横に行きましてめちゃめちゃ取りづらいんですけど はい、い最新巻のままで置いてありますこの作品もめちゃくちゃ好きな作品で本当にね「ジャンプ」のバトル漫画で一番戦闘シーン戦闘が面白いですねバトルがとにかく面白いんですよ、まあ、戦略とかチームプレーとかいろいろねもうバトルの要素がもう濃すぎて本当に面白いですはい6段目「鬼滅の刃が」が 1>,、えー、1巻から横に行きまして。 こちらがね、最新刊の21巻まで置いてありますはいでその横クレイムはこちらが、えー、1巻から横に行って奥見えないですねはい最終巻の27巻まで置いてありますこちらはねまあ人を捕食する、えー、魔物とそれを倒すためのね女戦士のダークファンタジーとなってます面白いですはい7段目 呪術廻戦が、えー、0巻から横に行って最新巻の11巻まで置いてあります僕ねななみんが好きなので11巻の表紙になったのはめちゃめちゃ嬉しいですはい横に行って鋼の錬金術師こちらが1巻からバッて横に行きますはい最終巻の27巻まで置いてありますこの作品も本当に好きな作品の一つで いやーまあとにかく最初から最後までめちゃめちゃ面白かったですねもうドキドキハラハラしまくりでしたはい横に行きますソウルイターこちらがねこの段に1巻から10巻まで置いてあってで続きの11巻から、えー、最終巻のね25巻まで8段目に置いてありますはいで横のね下なんですけどソウルイターノットっていうスピンオフですね これが5巻で完結なんですけど置いてあってその上にねこれはね多分置き場所がなかったからこうやって置いてると思うんですけどスパイファミリーが1巻から最新巻の4巻まで置いてありますはいでその横本棚最後の作品ですねアンデッド・アンラックこちらが1巻2巻置いてありますまだね2巻までしか出てないんですけどすごい面白い作品なんでね 集めやすいと思うんでぜひ買って読んでみてくださいはいこんな感じでバーっと3段目のね違うな3個目の本棚紹介終わったんで最後の4個目紹介していきたいと思いますはい次で最後の本棚だと思ってたんですけどちっちゃいカラーボックスにね漫画入れてるのを見つけたんでそっちもちょっと紹介していきたいと思いますはいまずねこれ 前列と後列あるんでまず後ろの列からなんですけどカナタのアストラが1巻から5巻までこれ最終巻ですね置いてありますでその横ドクターストーンが7巻から、えー、最新巻の16巻まで置いてありますこれはね多分7巻からなのはアニメの続きからなんですけど本当にねアニメがめちゃくちゃ面白かったんでね皆さんアニメドクターストーンぜひ見てくださいはいで横 ミステリーという中でこちらがね1巻から最新巻ではない気がするな4巻まで置いてあるんですけど多分ね5巻か6巻出てると思いますこれねあの推理漫画なんですけどすごいねなんか僕コナンしか読んだことなかったんですけど面白いですねやっぱ推理漫画ははいということで後ろの列こんな感じですねはい前の列に来たんですけどミスター CB がねえ 巻からこれが最新巻のね4巻まで置いてありますサッカー漫画なんですけどあのジャイアントキリングの原作者さん貫本先生ですねがこちらも原作をしておられますはいその横「その奇世界人形は恋をするが」が、えー、1巻からこちらもね最新巻の5巻まで置いてありますこれね僕ラブコメあんまり読まないんですけどこれはいいですねはい その横、僕の心のやばいやつが一巻から最新巻の三巻まではい置いてあります。これね特装版で買った付録がこれになるんですけど、これもねちょっとツイッターで見てから思わず買ってしまったやつなんですけど、これもいいです。はい。その横、声の形が一巻から最終巻のね七巻まで置いてあります。これもねすごい。 うーん形容しづらいんですけどいい作品ですね、うん、僕ねゆずるがめちゃくちゃ好きであの妹キャラだったらね多分全世界でね全世界でっていうか全キャラで一番ゆずるが好きですね他のどのフィクションのねどの妹よりも声の形のゆずるが好きでカラーボックスの2段目にやってきましたアイシールド21がねこの奥によいしょ こんな感じであー見えなくなっちゃったよ1巻から置いてあってはいでね前に来まして最終巻の37巻まで置いてありますこの作品もねすごい面白い作品で結構好きな作品ではあるんですけどこれねアメフトの漫画なんですよでもね僕最後まで読んだのにあんまりルール理解できてないんですよねうーんまあでもそれで面白いんだからね全然いいんですけど はいでこんな感じでねあの急遽入れたカラーボックスはここまでしか漫画は置いてないんではい改めてね最後の本棚4個目のね本棚に行きたいと思いますはーい、えー、最後ね4つ目の本棚なんですけどちょっとね狭い廊下に置いてるせいでちょっとね取りづらいんですけどはい紹介していきたいと思いますはいアジンがねはい奥1巻から。 手前に来て、えー、最新刊の16巻まで置いてありますこれもね最初からずっと面白いですねはいで横東京グールこちらが、えー、1巻から14巻までその横に RE がね1巻から3巻まで置いてありますはいで下の段に来て続きの4巻から、えー、最終巻の16巻まで置いてありますはいでその横にねビンランド佐賀がね 1>, えー、1巻と2巻これがね、えー「週刊少年マガジン」時代のコミックスですねでその横が、えー、青年誌のね「アフタヌーン」に行ってからの単行本なんですけどこれがね1巻から横に行きまして17巻まで。はい、ということでねどんどん取りづらくなってるんですけど「えー、ビィンランドサガ」続きの18巻から、えー、最新巻の23巻まで。 置いてありますこの作品本当に面白いんですけどあのー、僕のねこれも5本の指3本の指に入るくらい好きな作品なんですけどあれ北欧のねバイキングのお話で本当に面白いですうんぜひ読んでみてくださいはいでその横プラネテスがね1巻から最終巻の4巻まで置いてありますこれもね雪村誠先生あのビ、ー、ンランドサガのね 作者さんと同じ作者さんの作品なんですけども僕ねアニメを見て原作も買おうと思ってね買ったんですけどアニメもめっちゃ良かったけど原作もめちゃくちゃ良かったです、うん、ちょっとね話が違うんですけどそのね違いもできたらね見てもらえたら嬉しいなと思いますはいその横「天国大魔教」こちらが1巻から最新巻の4巻まで置いてありますこれはね あのー「それでも街は回っている」のね石黒正和先生の最新作なんですけどもあのー「それでも街は回っている」の中にねちょっとずつあった SF のお話がね僕好きだったんですけどその SF 全振りのね最新作となっておりますもう謎が謎を呼ぶって感じですね毎漢、まあ、楽しみで楽しみでねしょうがないですねはいで横 プルートゥーこちらがね1巻から8巻まで置いてありますこれもね面白いですねはいその横「星のさみだれ」これが1巻から最終巻の10巻まで置いてありますこれはねすごい最後らへんも泣けてすごいいい作品ですうん10巻っていうやっぱね短い関数でね終わりまで綺麗にまとまっててすごい好きですはい、えー、最後の最後ね4段目にやってきました 僕だけがいない町が、えー、1巻から9巻まで置いてありますその横ゴールデンゴールドが1巻から7巻まで置いてありますこれもね本当に続きが気になりますねうーんバードンと天国大魔教とゴールデンゴールドはマジで続きが気になる本当に面白いですはいで最後の最後ですねとんがり帽子のアトリエこちらがね1巻から最新巻の7巻まで置いてあります なんかね、魔法の新解釈って感じで結構新鮮に読めて楽しいです。はい、っていう感じでねこの本棚は青年漫画をね中心に置いてたんですけどこれでね僕の本棚紹介も終わりですねはい感慨深いです。はーい本棚紹介を終えてね再び奈々地郎元へ戻ってきたわけなんですけども僕もねまだまだ読みたい作品だったり読めてない作品だったりはたくさん ありますの,であのね皆さんにもぜひコメントで好きな作品とかおすすめな作品あったらね教えていただきたいなと思いますまたね漫画系の動画もね上げられたらいいなと思っていますのでその時ねまたお会いしましょうということでまたねバイバーイ